ました。やってきました、待望の第3弾。第3弾、いやもう第3弾にして、うん、早くもスペシャル企画、スペシャル企画、スペシャル企画スペシャル企画ですね、そんぐらいね。いやー本当にね、楽しかったね。楽しかった。いやー本当にこれはもうぜひ早く見ていただきたい。もう何がスペシャルなのか早く言いたいから。いやーもう言いたい言いたい言いたい。早く見てほしい。ちょっともう見てもらいましょう。あーもうじゃあもうすぐ打っちゃいますか。はい、それじゃあいきますよ。VTR どうぞ。さあやってまいりました、西武秩父でございます。やってきましたね。いや天気めちゃくちゃいいですね。快晴。あれどうしたんですかその衣装。え？え？いや私服。え、ああ、私服か。え、いやいや、え、自分こそどうしたの。いや、私服。あ、マジか。俺、あれ、俺学生だって知らなかった。いや、知らなかった。あ、本当に。なんか髪もなんか、あ、そのちょっとね、黒から金髪にしたんだけど。いや、そうじゃなくて、そうじゃなくて、このね、衣装見ればもうお分かりかとは思いますが、あの日見た、花の名前を僕たちはまだ知らないの聖地西武秩父に来ております。まあこれから二人でね、この西武秩父のスポットをいろいろ回りたいと思うんですけども、うん、今年の9月に、うん、このあの花スタッフさんがまたあの映画を撮影すると、あ、もうあの花を作ったスタッフが、もうそうです、もう期待大でございます。まあそれの応援も兼ねてね、うん、今回このあの花スタッフさんの作った映画を、うん、映画聖地を、映画聖地をね、秩父をね、そうです、ちょっと巡礼していこうかなと思います、うんうん、で、うん、まあさすがにあの花となると、うんうん、僕たち2人だけだとちょっと寂しいかなと。いや大丈夫じゃない。そうか、そうか。いやさすがにね、まあ、登場キャラいっぱいいるからね。そうなんですよ、まあやっぱりほら綺麗どころがちょっと欲しいかなと、そう、ね、思いまして、で実は今回、うん、お呼びしております。マジか、はい、マジか、テンション上がるわ。いや本当に、じゃあもう呼び込んじゃいましょうか。おう、それではどうぞ。おー、おかわいい、かわいい。じゃあちょっと順番に、自己紹介と、じゃあコスプレ歴も教えていただいてよろしいでしょうか。はい、私リリーチャ、リーリーってひらがなで書いてお茶の茶って書いてリリーチャって言います。コスプレ歴は、去年の12月くれからなのでちょうど5ヶ月くらいになります。よろしくお願いします。僕たちはちょっと心配ぐらい、はい、先輩心配って。はい、どうぞ。はい、私は夢宮沙織と申します。コスプレ歴は7年です。7年、すごい、大先輩だ、すごい大先輩。はい、篠ノ目ゆずきと申します。コスプレ歴は3、4年です。よろしくお願いします。長い、長い。皆さん、じゃあ今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけでですね、ちょうど今こちらの秩父で、5月中かな、スタンプラリーというキャンペーンを行っておりまして、うんうん、この秩父のスポットを回ってスタンプを集めて、で全部揃うとオリジナルグッズがもらえるということなんで、今回はその聖地を巡礼しながらちょっとオリジナルグッズももらっちゃおうかなと。お、サブタイトルが家族と一緒。家族と一緒、はい。まあ、5月6月なんで父の日、母の日と絡めてるのかなと勝手に予想してるんですけど、全然違うかもしれない。子供の日とかも本当だやるな。じゃあこのまま皆さんでこの西武を、西武秩父、秩父市を回りたいと思いますので、では行きましょうか、浩平さん。よし、じゃあコスプレツアー行くぞ。おー、今回の K の企画書第3弾はスペシャル企画。ゲストさんも初登場してこの秩父市を回っていきます。さーて、一体この街でどんな出会いが待っているんだ。いやー、こちらがね、まず第一のスタンプスポット、秩父情報館さん。これも入ると早速、先ほど僕がね、行ってました、はいはいはい、あの花スタッフが送る感動青春群像劇、心が叫びたがってるんだ、9月19日ロードショーでございます。いや楽しみですね。楽しみですね。これもあの秩父があの舞台で。あ、そうなんだ。へえ、普段は、この自転車をですねレンタルしております、こちらで。で結構ね、まあ、距離があったりもするので、このレンタルの 自転車を借りて、皆様方で回るということですね。結構だ、でも距離があるんで、そうだね、場所によっては1日じゃ回りきれない、車で30分とかかかるというところも、1日かけて多分ね回られるんでしょう。はい、私たちは、ちょっと今回は、ゆっくりと歩きで行きたいなと思います。
で、こちらでございます。こちらのスタンプですね。これもう第1回目。あ、じゃあちょっと女性陣にね、そうだね、スタンプをちょっと押していただきたいと思いますので、スタンプ上手。じゃあ初めはやっぱりメモちゃんかな。はい、じゃあメモちゃんから、サオリンからお願いいたします。はい、これがスタンプカードですね。スタンプカード、かわいい、めっちゃかわいい。あ、裏もなんか書いてある、ね、その家族と一緒、後ろ地図、後ろは、おお、あ、ゴールで、ちゃんと映画の告知もね、バッチリ入っちゃってる。不安だな、綺麗に行きます。場所大丈夫？こんなプレッシャーのスタンプ行きます。3、2、1、ほい、ほい、あ、大丈夫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 、上手だった、お、上手だった、これで第1個目のスタンプゲットでございます。イエーイ、ゲットです。さあ、では2つ目のスタンプ、中水通りに入っていきましょう。こちらですね。ほら、もういろんなお土産とかね、すげえ楽しいものになったりとか、もうこんなところに、もうこんなところにありますね。このあの花、あの花をぶっつけね、これなんだろう、プリントクッキー、プリントクッキー、あ、すげえ美味しそうね。書いてあるの、かわいい、本当だ、かわいい、見えない、皆さん、こちらですね。あ、こちら劇中で登場しました。あのって書いてあるけど、あのって書いてある、あの蒸しパン、これ食べちゃおうか、食べちゃいます。お、え、いいんです、食べちゃう、いいの、じゃあ食べちゃいましょう、これ食べちゃいましょう。じゃあこれ蒸しパン食べちゃいます。イエーイ、いただきます。どうも、うん、美味しい、うん、これがいくらですか？うん、おいしい。124円。124円です。安い。安い。ぜひ皆さん買ってください。これいいね。これまず入り口で買ってさ、うん、これ奥まで行ける感じね。うん、この片手でね、うん、食べつつ。いや、まず全然スタンプ発見してないんだけど。確かに。スタンプをしに来て来ましたからね。そうだよね。もちもちしてるね。うん。おいしい。おいしい。雨降っても大丈夫だもんね、これね。確かに。あ、これは、あ、おやきですよ。あ、どうも。おやき、俺ね、好きなんですよ。あ、おやき、はい、美味しいですよ。まあ、一番人気はね、野沢のあたりなんだよね。野沢が一番人気。へぇ、すげえ。ナスとかもあるんだ。ナスも。へぇ、あ、これが、でも一押しなんですね。一押しはこれですね、一番人気。あ、こっちなんだ。大体これとこれとこれが大体2番人気。へぇ、こちらが3番人気だ。3番人気。あ、つぶあんが3番人気なんだ。じゃあ、ちょっと一番人気をいただいちゃいましょうか。一番人気と、2番人気をじゃあ一つずつ。はい、一つずつ。ください。はい。これ結構美味しいですからね、注意してね、ほっぺた落ちないようにして。あ、わかりました、すごい気をつけます。ちょっとありがとうございます。もう押さえてない、もう本当危ないんで、はい、ありがとうございます。ほっぺただけ気をつけて、本当にほっぺただけ気をつけてね。落ちるから、そう、落ちるから気をつけて。あ、落ちそう、食べた、食べた、熱い、いや、落ちなかった、俺の頑張って、落ちなかったから今ちょっと耐えた。落ちなかったけど、美味しい。あ、ちょっとね、回してみたけど、はい、その後やりたい、いただきます。いただきます。熱い、熱い、でも熱くる、熱くる、美味しい、熱い、熱い、うまっ、美味しい。あ、切り干し大根も美味しい、なんかどんな色だよ、切り干し大丈夫。あ、肌熱い。はい、野沢菜。あ、やっぱ人気だ。やっぱ野沢菜人気だな。人気なんだよね。うん。美味しい。え、皮がすごく美味しい。多分一番いいとこだよね。うん、もう多分みんなが真ん中。みんなそんなことない。どこでも美味しいよ。うん、美味しい。美味しい。大丈夫。まあ、今までで30何年やっててクリーム一つついたことないからね。老舗、まあ、気をつけてますけどね。これは、ね、おやきのね、焼きね、おやき、西武秩父、仲見世通り。こちらにはなんと
あの花関連のグッズがいっぱいあるぞ。と、今回の放送はここまで。気になる続きはパート2へ。あれ？でもあの花って大事なキャラクターがもう一人いたよね。